我が家の凛を主役にした作品を、そう思っているのですが、凛も家内も私の才能を疑っているのが問題です。そこで感動作品を作って名誉挽回と思い立ったわけです。今年こそ感動作品初入賞。初入賞、毎年聞かされ耳にタコ。凛、お父さん才能あるよな。才能あるだろ。感動作品を作る、実際は時間ばかりが過ぎていき、なかなか大変です。間近に迫ったコンテストの締め切り、ところがそれを狙ったように飛び入りがやってくるのが不思議です。あなた、感動作品もいいけど裏の草むしりやってよ。もう1時か、感動作品間に合うかな。あなた、感動作品もいいけど雨が降ってきそうだから洗濯物取り込んでよ。まだ何もやっていないのにもう2時です。しかし感動作品に焦りは禁物。ここはゆったりとした気分で行きたいものです。はい、お手、こちらお手、はい、食べる。よし、はい、いい方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 。凛、お父さん才能あるよな。才能あるだろ。こうなったら何もかも忘れて新しく出直す、これにつきます。
あなた、また寝てるの？リン、散歩に連れてってよ。夢の中で完成した感動作品。断片的な記憶しか残っていませんが、そんな作品を作れる日がきっと来ると思う。画面いっぱいに活躍する凛の姿、それを思うとワクワクする。凛、お父さんにそんな作品できるよな。